味なんですけど、何味か分かる。あるお花と飲み物の、何のお花か分かる？リンわかる？ミントじゃない？紅茶？紅茶はね、さっき作ったさっきあそこで作ったほんとだ。桜とミルク、桜ミルクの味。じゃあでも飴作りやるしまった難しいね。全滅してたもう少し食べたらね、飴に色つけたらね。切り分ける作業が終わりました。
空気を入れていきます。外にある大きな空気を入れていきます。ホットドッグ。だからね、この大きな網に空気入れられないんですけど、だんだん見た目、雰囲気変わっていくのでご注目ですよ。注目。熱いです。
葉の葉脈の部分、葉脈ってわかる？筋みたいな。
Thank you.
画面を周りにつけていって大きな丸太状にしたら完成します。紫、はい、キイチゴ、はい、どうぞ、はい、どうぞ。
こんだけ？
チーズ。これはマルチ。マルチ。キャンディーがある程度冷めましたら、今日はね、真ん中のお姉さんがキャンディー少し切ってきますので、ぜひ中の選び方から食べてみてください。ごちそうさまです。ガチガチ言ってるんだよ。それって硬いのかな。めっちゃ硬いのかな。硬いよね。ありがとうございます。
いただきます。はい。なくなったらでいいよ。ゆっくりね。Thank you.
ミルクのほかにもデコポンなどのお味が入っております。いらっしゃいませ、こんにちは。
い手前の方に。ちょっと豆って食ってるよね。Thank you.